皆さんおはようございます。今日は夜勤明けでございます。めっちゃ眠い。なんだあの標識倒れてんだ。いや今日は天気いいな。相変わらずケツは痛い。坂きつい。寒すぎて鳥肌がやばい。鳥になりそう。めっちゃ天気いいな。家までまだまだ時間かかるな。この道まっすぐか。6畳。眠たい。眠たすぎる。あ、犬 HK だ。よいしょ。よいしょ。なんか変な民族いた。何ここ、めっちゃ花綺麗。ああ体怖い。足痛い。足取れそう。肺が痛い。よいしょ。やばい。嘘だろ、レール外れてんだけど。マジか。ああ体怖い。あ、着いた。足もげそう。暑い、寒い、もうどっちだか分かんねえや。のどかだな。やっぱり明けの空は気持ちいいわ。ああ、嘘、足痛い、腰痛い。痛い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 。ああ、めっちゃ楽。坂超楽。ああ、痛い痛い痛帰る帰る、ランダラランダ。あ、重たい重たい。で、なんで車で通勤しないのかというと、日頃の運動不足解消を通勤で解消しようと思って乗りで自転車で行きました。そしてなんか俺独り言喋ってるからめっちゃいろんな人振り向いてくる。
ジオはこれテイク3ぐらいですね。お邪魔しました。今日はさ、普通のビニール袋を使いたいんだけど、ごめん。これ使うわ。失敗した。人参分けとけばよかった。よし。うわトロントロン、マジでうまそう。見た目が軽いんだけどよいしょ。いただきます。よし、食うぞ。うん、うまっ。うん、まっこれは大成功だ。めっちゃうめえ。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。
ただいまの時間4時47分。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね。寝る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 ね。視聴者さんから送られてきました、ありがとう。でもマッサージ機ってちょっと気になるな。やらしいやつじゃないよね。ファンの方からのプレゼントをお届けいたします。リモコン付きとか書いてんだけど、いやらしいやつじゃないこれ、大丈夫。うわすげえ、わわわ、腹筋ブルブルするやつじゃない。よく見たらヘルニア用の人だ、ヘルニア用だ。やらしいやつとか言ってごめん、いいやつだ。本当にありがとう、大切に使わせていただきます、ありがとう。